こんにちは、チョコパパです。今日は滋賀県琵琶湖バレーに来てます。今日はこちらを詳しく紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。またチャンネル登録お願いします。では行きましょう。チケット売り場はこちらです。じゃあ行きましょう。はい、どうもすいません。あ、大人2枚です。あとワンちゃん、チケット買いました。大人の乗車券とワンちゃん用とあります。こちらがロープウェイ乗り場になります。ペット連れのお客さんのご案内です。ロープウェイのご案内です。いいじゃん楽しみやなワンちゃんが乗れるロープウェイは赤色になります。今回は青いロープウェイなので乗れません。待ちましょう。ゴンドラに乗るときにこうやってケージ貸してもらえるんで、ぜひ係の人に言ってもらえたらいいと思います。チョコマロ、ロープウェイ乗るときこれ閉めるよ。わかった。ワンちゃんはこちらの赤いロープウェイしか乗れません。ご注意ください。お待たせしました。ご案内いたします、はい、どうぞ、いらっしゃいませ、はい。ドッグラン行こうか。ドッグラン
よし、登ってきたよ。現在地がここやから、あ、リフトでここまで行って、それからここのドッグランに行けると。今からあのリフトに乗ります。ちょっと聞いてみるわな。ドッグラン行きたいんですけど、これに乗ったらいいんですかね。ここから見えるあの、うん、の遊具の奥にドッグランがあるんで、まあ、はい、こちら乗ってもらってもいいんですけども、でもどちらでも行けますね。あ、まあ、こちら乗ってもらったら、まあ、楽っていう点はありますけど、ドッグランに行くには歩いて向こうの方にドッグランがあるんですけど、でも係の人に聞いたんですけど、こちらのリフトに乗った方がドッグランに行くには楽じゃということで、こちらに乗って行きます。でリフトに乗るときカートが乗せられないので、こちらにペットカートまたはベビーカーを置いてもうたらいいということです。乗り場の手前にあります。リフトに乗るための注意事項です。ペットちゃんは抱っこして乗ってくださいということです。じゃあペットカートをこちらに置けるみたいなんで、ね、こっちにこうやって置いといてもらったらいいと思います。じゃあ行きましょう。今からリフト乗ります。こういう装備で、ではリフトに乗りましょう。この木の遊具がある向こう側にドッグランがあるみたいなんで、これはドッグランですね。ここで遊びたいと思います。はい、到着です。ゆっくりで結構です。はい、どうもありがとうございます。大丈夫、はい、ちょっとまで行こう。はい、ドッグランに着きました。こっちが中型犬エリアで、こっちが小型犬エリアになります。で、こちらが利用するにあたっての注意事項です。では入っていきましょう。どこまで行こう。はい、はい、一回で。楽しいドッグランでした。ありがとうございました。
それではまたリフト乗って山頂まで行きたいと思います。やっぱり山頂まで来ると寒いんで、一つ長袖とか持ってくるといいと思います。寒くなってきた。ペアコテラス。向こうは虚空の鐘、虚空の鐘行ってみましょう。ロープウェイ乗るよ。皆さんいかがだったでしょうか。琵琶湖バレーすごく楽しいとこなんで、皆さんもぜひ一度来てはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次回会いましょう。ありがとうございました。